うちに帰るぐらいはいけると思うんですが、ここもそうだな。スポークが2箇所外れちゃってます。まあこの向きですから外周向きに行くんで走れないことはないでしょうけど、かなり危険ですよね。はい、お疲れ様です。仕事終わって帰り道です。疲れました。今日は5時40何分の出勤で、今13時40分です。これから帰ります。今日はできたらチャリンコをね、手入れをしたいなと思ってるんですが、神さんのやつをちょっと前にも言ったように少し行動範囲を広げたいと思いまして、自転車屋さんに持ってってみたいと思います。自転車なんですが、もうどのくらいだろうな、かなり長い間放置された状態になってて、空気も多分入ってないだろうな。この間ねちょっと後ろのタイヤ触ってみたらふかふかしてましたんで、こっちから行っちゃおうかな。暑かったですね今日はね。はい、では気をつけて帰ります。後ほどよろしくお願いします。さあ、このチャリンコが復活しますでしょうか。復活すればかなり行動範囲広くなるんだけどな。では自転車屋さん行きます。じゃーん、引っ張り出してきました。埃がすごいです。雑巾でやっぱ拭いて出さないと申し訳ないような自転車屋さんに。でもボロ切れ持ってないんで、このまま行ってみたいと思います。申し訳ございません自転車屋さん。今自転車屋さん行ってきました。まあすぐはできないってことで、タイヤ前後が多分もう交換しなきゃダメでしょうってことで、あとブレーキワイヤー、これもダメ。あとは何だったかな、確実にダメなのはそれで、で大体1万2、3000円かかっちゃうんじゃないかなってことだそうです。でそれで直したところでだましだましってことになっちゃうと思うんで、購入を勧められました。確かにそうだよね、
空気だけ今入れさせてもらいまして、とりあえず走れるのかな、うちに帰るぐらいはいけると思うんですが、ここもそうだな、スポークが2箇所外れちゃってます。まあこの向きですから外周向きに行くんで走れないことはないでしょうけど、かなり危険ですよね。はい、新しいの購入する方法で考えてます。いやー、また出費になるかな。でもやっぱり行動範囲広げたいしな、ちょっと中で見ていきたいと思います。はい、じゃーん、タリーズ、またゴロゴロが鳴っちゃったはい、静かになった。キャラメルチョコスクワート、スワークトです。キャラメルチョコレートスワークトだよね。これで福袋のチケットは使い切ってしまいました。あとはお金を払わないと足りずには来れません。残念。いただきましょう。はい、自転車屋さんから帰ってまいりました。いや、結構出費多そうなんで、新型っつか新しいのに変えた方が良い感じですね。せっかくだからなんかかっこいいやつにしようかなと思ってます。なんていうの、ママチャリではなくてちょっとね、かっこいいなっていうやつを目星つけてきました。ブリヂストンのやつなんですが、やっぱちょっと値段は張るんですが、退職金残ってるうちに行ってみたいと思います。いや、行動範囲広がればね、船橋のいろんなとこ皆さんにご紹介できるんじゃないかなと思ってます。なんかやっぱり100名超えちゃうとすごいですね。なんかプレッシャーあって、もっと皆さんの期待に添えることしなきゃいけないなと思ってます。船橋のいろんなとこをご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価などいただけたら嬉しいです。はい、今日はありがとうございました。ではでは。